はいこんにちは中学受験桜チャンネルの滝谷直樹です、えー、今日はね、えー、ラサール中学校の、えー、っと前回の続きですねカッコ3のところです、えー、もう1回ちょっとざっとだけ確認しておきましょうね立方体の頂点 A から3つの点 PQR があるとね ABCDEFGH これ立方体ですねちょっと汚いですけど でそして、えー、A を P と P と Q と R が同時にちりぢりバラバラに出発するんですけれども P は ABCG ね ABCG こうやって通っていくで、えー、Q の方は ADHG と動いてそして R は AEFG と動いていって同時に12秒で G に到着する。 で、その時に、えー、12秒後に G に到着し PQR 平面でこの立方体を切った時の切り口の面積が、X、とする時出発後4秒後は S が12平方センチメートルね。さあ12秒でと G に到着するということはね。 どれも3つ、えー、ですから4秒ごとに A から B4 秒ごとに B, B から C4 秒ごとに C から G ね Q は A から DD から AH から GR は A から EE、e、から FF から G というふうに動いていくと。でこの時に4秒後っていうことはどれもこのこことこことここね、えー、これ正三角形になります。 どれも正方形の対角線の大きさの正方、正三角形で、これが12平方センチメートルなんだと。で、どれも正方形の対角線の正方形。さあ、で、ここで1、2とやって、今日3です。さあ、出発して7秒後の S。ね。何平方センチメートルかっていうと、7秒後、P の7秒後は A から B、これで4秒ですね。B から C の C の手前。ね。 えー、B 通して3秒後ですからこんなことで P はこう来てこれで4秒ですねでこれ8秒ですからここですつまりここから3対1のところに、えー、P''' ダッシュダッシュがあります Q のは ADHH の手前 ADH のこの一歩手前ここで、ねえー、H から H まであと1ここ3としますねこれは長さは一緒ですよ で、R の方は AEFF の手前 AEF ここですここからここまで3でここからここまで1ですさあこの3点で切っていくとどういうふうな切り口になっていくかというとねまずはこんな感じですねここはえー、っと11のところから始まって次にこれとこれを結びます そしたら今度はえー、っとこちらと、えー、ここかここが11だねこうなって3のところだ今度こういうふうになるねでここが、えー、こことここが平えー、っとこれとこれが平行なのかなうんこうでしょ こうでしょ。で、こうでしょこうでしょで今度はこうかでこう違うあ違う違う違うえー、っとこれとこれが平行なんだなこうだなこれ1でそしてこれが3こうやって結ぶこんな感じさあこれこ平面にするとどうなるかっていうとねえー、これは これとこの正三,三正三角形とね、このこの一辺とこの長さは1対4ですよね。これ直角二等辺三角形ね、1:1の直角二等辺三角形。これは4:4の直角二等辺三角形ですから、ここ1の大きさになります。ここがえー、っと4とするとね。 これは1の大きさですそしてこことこことここはね3の3の二等辺三角形でしょ3の3の二等辺三角形こっちは4の4の二等辺三角形ですからここの長さは3になりますここを4とすると3になるわけです3ねでここが1ね でまたここが三これ一三こういう一二三四五六角形になるんですよでこの面積とこの面積比較して何平方センチメートルかって言うんだけどこれだけだとわかんないですからこれ延長します延長するとここに正三角形ができますよね一一一の正三角形ができる こことここも111の正三角形111の正三角形そうだとするとこれ延長すると555の正三角形できますねでそととりあえずこっちは444の正三角形ですこちら555の正三角形です掃除比は4対5 面積比は四四十十六対五五五二ですここが十六の面積に対してこちらは二十五の面積だけどここな切らなきゃいけないねさあここはいくつかというと、えー、ここ五対一で切ってさらに五対一で切りますからこの三角形余分な三角形は全体の 五分の一のそのまた五分の一です。全体二十五ですから、二十五かける五分の一かける五分の一は。一ですね、ここね。二十五に対して、ここ一なんですよ。ってことは、ここも一の面積、ここも一の面積です。そうだとすると、この六角形は。ね、二十五引く三の。二十二ですよね。 ここは二十二になります。十六に対して二十二の比なんです。十六対二十二になって、十六に当たるものが十二平方センチメートルですから。二十二に当たるのは十二かける十六分の二十二。約分して八分の十一で2。二三。 2分の33ええー、この五角形の六角形の面積は平方センチメートル。難しいですねでもねじっくりね同じ問題をやってみてくださいじっくり解き切ってみてください答えも覚えちゃったからでいいんですそうすると、こののラサールの あの勝負問題のレベルっていうのが分かってきて、あこういう手順で解いていけば正解に至るんだっていうね、ラサールのレベルがわかるんですよ。そうすると徐々に徐々に1問ずつ1問ずつできるようになって合格権に入ります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。